国際連合キプロス平和維持軍は、キプロス紛争に伴い、1964年より、キプロスに展開している平和維持軍。キプロスにおける、ギリシャ系住民とトルコ系住民の衝突の防止を、目的としている。キプロスには、ギリシャ系住民とトルコ系住民が居住していたが、1950年代頃までには、両者の対立が高まっていた。1960年に、 イギリスから独立したが、1963年の憲法改正論議に絡んで、12月21日に、両者の間で衝突が発生した。12月27日には、イギリス・トルコ・ギリシャによる臨時の平和維持軍が派遣される。翌1964年3月4日に、安全保障理事会は衝突防止のために、国際連合安全保障理事会決議186、 を出し、国際連合ギプロス平和維持軍が派遣されることとなった。同軍は3月27日より活動を開始した。1974年7月15日に、ゲオルギオスパパドプロス率いるギリシャ軍事政権の支援を受けた、併合派のギリシャ系住民がクーデターを起こし、独立派のギリシャ系住民との内戦が始まったが、トルコ軍もそれに反応し、7月20日に、 キプロスに侵攻、島の北部を占領する。8月には停戦したが、これにより、島は南北に分断される状態になった。これ以降、アンフィセップは、両者の間の干渉地帯に展開するようになった。現在では、干渉地帯は、鉄条網や土嚢により固められており、アンフィセップの監視所が置かれている。派遣人員は、2004年までは、約1200名であったが、 状況が安定していることから2005年から約900名に減員されている。2016年現在の派遣人員は1061名。ありがとうございます。